食べても痩せる美味しいケーキの作り方ご紹介していきます。この動画では今からそのケーキのその材料の痩せる効果、そして材料作り方を順を追ってお伝えしていきますね。もうとにかくポイントは低糖質なんです。もう小麦粉の4分の1で糖質が済みますから、ぜひぜひ普段のケーキ作り、小麦粉の代わりにこの材料を使っていただきたいと思ってこの動画ご準備しております。ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。ではまずその材料の痩せる効果です。小麦粉の代わりに大豆粉を使います。今回私が使いましたのはこちら、マルコメ食品さんから出ている大豆ラボという、ブランドの大豆の栄養丸ごと大豆粉グルテンフリー、糖質約 73% オフ、食物繊維たっぷり 13.7g かっこ 100g あたりと、これですね。いかがですか、糖質が小麦粉の4分の1で済むんですね。で結局その太る、原因の一番で糖質ですよね。結局その糖質があなたの体の中で、こう脂肪にこう変わっていくっていう形で、太っていくわけなんですけれども、それがたったの4分の1で済むというのは、本当にこれはですね、大豆粉おすすめなんですね。でまた大豆粉が持つのタンパク質やビタミンが、そのしっかりとこう栄養が取れるわけですから、特にタンパク質はあなたのその筋肉の元になっております。結果その筋肉がつきやすくなれば、代謝、基礎代謝が上がって、寝ていてもゆっくり休んでいても、こう勝手に燃える力がこう上がるわけですから、もうここすごくタンパク質、特に私たち女性にとっては大事なんですね。でまたイソフラボンも豊富であったり、食物繊維がなんと小麦粉の、5倍も入ってるんですね。そしてこの食物繊維があなたの腸内環境をこう整えてくれる食品ですから、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をこうしっかり元気にすることができるんですね。なので小麦粉の代わりに大豆粉を使うだけで、こんなにダイエットのメリットがあるわけです。では2つ目、材料に豆乳を使います。でこの豆乳は無調整豆乳です。調整豆乳はもういろんな添加物が入っていますが、おすすめしません。でここでいいのはダイエット効果、大豆のタンパク質が取れる、先ほどお伝えした通り筋肉の元になって代謝が上がるでしたね。でまたコレステロールがゼロなんですよ、豆乳いいですよね。でまた温めると吸収がこう栄養が、アップしますから、おすすめ。でまた女性の方にとっては生理前のデトックスにも豆乳効果がありますから、ぜひぜひ材料に豆乳、牛乳の代わりに使ってみてください。そして最後トッピングに使うものがあります。私は今回ごまの代わりにローストされた甘煮粒を使いました。でこの甘煮粒とは何でしょうということなんですけれども、痩せるオイルですね、甘煮油、甘煮油の元となるその種シーツなんですね。で今回使ったのはこちらです。日本産から出ておりますローストの甘煮粒です。ゴールデン種の甘煮を香ばしくローストしました。こちらもう、本当はごまみたい、ごまがちょっと大きくなったようなね、大きさなんですよね。でこれはオメガ3の脂肪酸、食物繊維がもうたっぷり入っているのと、水溶性と不溶性の食物繊維もバランスよく含まれていますし、やっぱ大豆、イソフラボンに似た働きをするものがね、しっかり入っているんですね。でこちらとこちらは私別動画でもお伝えしてるんですけれども、業務スーパーさんで見つけてきたんです。業務スーパーで買ってきました。なのでもしあなたの近くにも業務スーパーさんおありでしたら、手に入ると思いますので、ご参考までにお伝えしておきますね。というわけで、もうとにかく今から作るそのケーキの材料は全部ダイエット向きの食品なんです。一切悪いものを私使いません。なぜかというと、そのダイエットしたい時にですね、あなたのその腸内環境をこう悪くするものを使ってしまうと、そのいつまでたってもですね、長期的に痩せることができないからなんですね。なぜかというと、腸内環境が悪いと結局その痩せ体質にもなっていないわけですから、どんなにあなたが食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、長期的に痩せることはできません。なのでこういった材料を上手に使いながら、美味しく食べながらですね、それでも太らない、太りにくい体質を作りましょうということでした。ではここまでが痩せる効果のお話。
ではここから実際の材料と作り方をお伝えしていきます。でこちら材料ですね、すごく材料もねシンプルなんですよ。あっという間に準備できる材料ばっかりですし、また作るのも本当簡単です。もう混ぜて焼くだけだね。本当そうなんですよ。私簡単レシピが大好きなんです。難しいのってなかなかね続かないんですよね。やっぱ難しいじゃないですか。時間もかかりますしね、すぐ食べたいじゃないですか。なので私はこのような腸内環境を整えてくれて、しかも簡単で美味しく食べながら痩せるというレシピが大好きなんです。さあでは材料をお伝えしていきますね。まず先ほどお伝えしましたこの大豆の粉、大豆粉を 30g 準備しましょう。次に無調整の豆乳、できれば国産大豆であったり有機栽培された大豆の豆乳を買われてください。 50ml。 あとは蜂蜜が大さじ1、こちらもできれば国産の良いもの、無添加ですね、使ってください。あと卵が2個です。そして最後お伝えしてた甘みつばも、お好みなければなしでいいんですけれども、こちらはやっぱり甘み油の原料でありますか、痩せるそのオイルの原料なのでぜひ使ってみてくださいね。しかも香ばしくてね、ほんと美味しいんですよ。プチプチしてて。では作り方いきましょう。まずあらかじめオーブンを180度で予熱しておいてくださいね。でそこにこの上から 1、2、3、3つ、大豆粉と無調整豆乳と蜂蜜をよくかき混ぜておきましょう。そして卵は卵黄と卵白に分けます。で先に卵白を角が立つまでこうメレンゲをね作ります。泡立てます。ほんでバーッと泡立てて作っておきます。そしてここでですね、すみません、2番をよく混ぜたら卵黄を入れて溶いておいてくださいね。ここまで大丈夫ですか。そしてここまで3番が全部、卵黄を2番入れたまでが終わってメレンゲを作り終わったら、先ほど混ぜておいたこの材料にメレンゲを一気に入れずに、ふわふわ感がなくなってしまいますから、ゆっくりゆっくり3回ぐらいに分けて混ぜて、こうサクサクっと混ぜていってください。そうしましたら今回私はですね、ケーキ型を、15センチのケーキ型に流し込んで作りました。型に入れたらオーブンで約20分そのまま焼いてくださいね。で焼き上がったらお好みで先ほどの甘り粒をこうトッピングされたら OK です。これほんとふわっふわなんですよ。シフォンケーキみたいになります。びっくりしましたね。これ大豆粉でもできるんだなって、もう感動ですし、そんな大豆のねこう味がするわけでもなく、本当にね私一人娘がおりますけど、娘もママ美味しいってもうパクパクって食べてくれましたし、お弁当のおやつにもラップに包んで翌日で入れたんですけれども、本当にこれはねおすすめです。もうふわふわのなんででしょうね、こうスポンジケーキですね、シフォンケーキですよね。そのまま召し上がっていただけますか。ぜひぜひあなたも、ダイエット向きのおやつになりますので作ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが継続的にその綺麗に健康的で痩せるを応援しております。またこういったダイエット方法ですね、何かご質問がある方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、直接ご登録後私までご相談くださいね。さあこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと、もう私とっても励みになっておりますし本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。